ちゃん晴れてるよ。一番の晴れ、あーでも風が強いかも。めっちゃ晴れてる。でもおはようございます。沖縄4日目の朝です。ただいま9時17分、準備ができましたので外に出たいと思います。今日は今から朝ごはんを食べにジェフに行きます。やったー。で、あのね、朝ごはんをやっぱやってるお店っていうのがやっぱ沖縄朝遅いみたいで、すごい朝ごはんに特化したいつでも朝ごはんみたいなお店か、うん、ホテルの朝食か、うん、まあ、チェフとか A&W の、まあ、モーニングメニューもあるしグランドメニューもあるしみたいな、そういうファストフード系とか、うん、あとなんだっけ、ミカサじゃなくてミカドとミカサだよね、うん、が、国際通りじゃなくてもう一本外れた大通りの方に面してる食堂屋さんがあるんだけど、うん、そこだと8時ぐらいからやってて、うん、花笠は11時なんだよね、国際通りの中の。そうそう、ね、で私たちの味覚で言ったらやっぱご飯にお味噌汁に納豆か海苔でいいかなって感じなんだけど、正直ね、正直なところ、うん、でもやっぱ旅行者でキッチンがないと、うん、やっぱそういうご飯って難しくて、うん、で朝ご飯のあのバイキングをつけてもいいんだけど、ここの、うん、でもつけたらつけたでやっぱ紅芋の天ぷらとかさ、食べ過ぎた、うん、タコスだタコライスだって結局よく出ちゃっていっぱい食べちゃうから、うんうん、まあそれを昨日もんちゃんといろ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 話した結果、まあ、ジェフに落ち着いたと、うん、で今9時20分ぐらいでジェフ行って食べて、食べ終わったら、ちょっと早いんだけど歩みのアンダギー、うん、で11時からすっごい並ぶらしいんだけど、うん、まあそこに並べたら並ぶ、うん、ね、ジェフ食べるまでに食べ終わるまでに11時にはならないじゃん。かね、うん、まあなるかもしれない、うん、まあなるかな、うん、まあ、であゆみのアンダギー買ったら帰りがけに松原商店のアンダギーも買ってみる、オッケー、でホテルに一回帰ってきて、うん、それ食べ比べるというね、うん、そんなにあゆみのアンダギーが美味しいのか、だってもう売り切れ続出でさ、うん、買えない、こちらには並ばないでくださいみたいな、もう他の店舗にご迷惑になるのでなんて書いてあるぐらい並ぶってことじゃん、うん、まあそれと多分私の予想だけど、ひょいって買える松原商店のアンダギーと、うん、何がそんな違うのかっていう ね、 そうだね、うん、なんかそういうのを一回ホテルに帰ってきたいから、ジェフ、あゆみ、松原商店、ホテルって帰ってくる、okay。 で、また昼過ぎぐらいに今度は花笠食堂で、うん、まあ、ご飯と定食なんかを食べたいと、うん、はい、そういった感じでよろしくお願いします。ご飯と定食ご飯を食べたいの私はほんとね、あの台風が過ぎ去ってもこうやってお天気雨みたいなのにすごい振り回されてて、天気予報はもう曇りのち晴れとかでもこうやって雨降るのよ、だから本当はレンタサイクルとかしたくても怖くてさ。ブルーシールのトラックだ。それでも晴れてるね。なんかほんと降ったり晴れたり。金曜日の朝9時半過ぎ、かなり人は少ないね。そうだね。これからでもちょっと雨降ってくるんだ。そう。あの水が雨漏りしてるね。
お店がやってないんだよね、やっぱこうやってね。そうだね、うん、だからやっぱ沖縄の朝が遅いっていうゆえんですね。だって9時半って言ったらさ、岡山とかで言ったら絶対やってないあの前回行ったさ、また名古屋とか、うん、大阪とかさ。あれじゃん、日陰があるよ、日陰が。嘘、もう買っちゃう。買っちゃおうか、どれがいいかな。どれ食べてた、プレーンと黒糖とかにする。でも紅芋も美味しそうだね。ナンバーワン、ツーを買っとけば。じゃあすいません、プレーンと黒糖一つずつお願いします。ミックスも売ってる。いやー、ほんとすごいね。旧暦の8月15日は十五夜で、まあ、十五夜で9月17だったんだね。そうそうそう。で、フチャギを食べるんだね。さっきもね、フチャギ売ってたね、うん、で、これが、町かじせんべいって言って、やっぱ結び切りの形をしたピンク色のせんべい。これも買ってみようかな。ムーチーだって。紅芋のこれいただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。120円ですね。はい、サンライズ那覇っていうそこだね、うん、あの猫ちゃんがいたとこだよね、うん、あのコロコロでさ、ウリウリしたとこで。このね、ヌーヤルバーガーがナンバーワンなんだけど、うん、私たちはメニューネットで見てた時にこれとこれ違うもんかと思ったから、うん、これとこれにしようと思ったの、うん、でも実はここからあのフォークミートを取ったのがこれだから、うん、これ1個頼めば網羅できるじゃん。オッケー。で、なんかこういうチキンサンド食べたかったんだけど、もんちゃんがフライドチキンがいいんじゃないかと思って、うん、これとこれと、で、私ご飯やっぱ食べたいからおにぎりで、飲み物のセットはジェフオレンジ、うん、最強じゃないこれで、うん、全部網羅したでしょ。ゴーヤリング、ゴーヤリングも食べるの、うん、そうだね、一応食べようか、うん、チキンは1ピースでいいの。1か2か、1でいいんじゃない、とりあえず。ちゃんとあんちゃんがちょうど来た。つけたらあんちゃん、あんちゃん、あんちゃん、あ、押せてないと思う。ストーリーマン待ちです。来ております。来ております。熱々なんだけど、すんごい熱々。ちょっと待ってね。ポテトたっぷり入ってる。ゴーヤリング結構大きいね、すごい4つぐらい入ってる、うん、熱いんだけどめっちゃ。食べよう、ヌーヤルバーガーオレンジジュースです。いただきます。いただきます。嬉しい。いいね、いいね。初めて、本当に初めて。人生初だよ。人生初、まあ、A&W にもオレンジはあるけど、どうなのか。あ、はい、あ、いいです。はい、大丈夫です。どうも。熱いですか。あ、はい、あ、熱々です、ね、はい、ありがとうございます。はい、甘めの、うん、全然違う。チームの方が甘いかも。へー、さらに A&W よりも甘め。へー、うん、なんかオレンジの爽やかさみたいなのが、うん、A&W は強いと思うの、私の中で。でもこれは結構子供が本当喜びそうな、うん、すごい美味しい。おにぎりなんでこんな熱々にできるの。食べますよ、私は。うん、美味しいね。あ、裏はね、緑色で。これはもんちゃ大変だわ。やばい、これはやばいわ。ちょっとね、私の声が聞き取りやすいように初めての試みで、なんで沖縄なんだって話なんだけどあのマイクをつけておりますので、あのこれで行ってみたいと思います、はい、それではヌーヤルバーガーいただきたいと思います。いただきます。うん、うんうんうん、しっかりねゴーヤが入ってるのが分かる。うん、これは
卵多めのゴーヤチャンプルが挟まってるような感じ。うん、うまい。チーズがめっちゃうまい。ポテト美味しいんだけど、なんかね、結構健康的、ファストフードじゃないみたい。これめっちゃうまい。うまい、ポテトやばい、これうまい、すごい手作り感満載。めっちゃ美味しいよ。朝ごはんって感じじゃん。するするする、うん、洋食ブレックファーストって感じだわ、うん、うまっ。確かにヘルシーじゃない？うん、ヘルシー、うん、なんかね、植物油 100% で書いてあるでしょ、うん、なんか重たくない、うん、え、チェフめっちゃ美味しいよ。やばいこれ、うん、これめっちゃ美味しい。でもなんかおにぎりが用意されてるのがすごい嬉しい、私としては。おにぎり、うん、これチキンと食べたい、うん、ちょっとポテトの軽さはファストフードナンバーワンだと思う、ね、うん、独特なというか、こうなかなかないポテトだね、うん、これは美味しいな。もう行ってみるよ、ゴーヤリング。そのまま行ってみようか。激うまやばい。ここはゴーヤの調理法を分かってるんだ。分厚い、うん、もっとね、オニオンフライみたいにペラペラなのかと思ったら全然違う。むしろこんな分厚いゴーヤ普段食べたことないよね。なのにそんなに苦くない。苦くない苦くない。うん、え、おいしすぎない？うん、やばい。このね、この大きさがあと2個あるから4個入り、うん、うんうん、うまい。これはうまい。めっちゃ好きなんだけど。これはうまい。チキンは15分かかるよね、うんうん、1ピースか2ピースかで悩んで、足りなかったら追加しようって思ったんだけど、これはだいぶ遅れてきちゃうね。なんか沖縄のサイズ感でなかなか難しいじゃん、うん、なんか結構もともと一番小さいサイズが関東の M ぐらいだったりするから、調子乗ってどんどん大きくしていくとさ、すごい量が来たりするから、これはちょっと美味しいし、なんならダブル食べてみたい。ヌーヤルバーガーダブル、これは美味しいわ。うん、最高なんだけど。うまい、言うことなし。うん、昨日もんちゃんと夜更かししちゃってさ、うん、もう本当に寝たの2時ぐらいだったんだけど、うん、もう12時過ぎぐらいから2人でお腹すいたって言い始めて、もうね、何度もね、沖縄そばのカップ麺を食べてしまおうか、私おつまみ食べようかとか、うずらの卵でしょ、あとらっきょう食べてしまおうかとか、もう本当に悩んでペコペコで出たんだよね、昨日お腹すいたまま。うまい。ルートビア、ウーロン茶、ティーって書いてある。ちょっとおにぎり食べちゃおうかな。熱々の時にさ、チキンと買うと一つ120円だから、今コンビニもさ結構するじゃない、うんうん、ただね、密閉具合が半端じゃなくて何これどうなってる。あ、なるほどね、筒状になってたわけだね。どうやって出す。あ、違うか、こっちか。あ、失礼いたしました。なんならレジのお母さんが作ってくれた感がある。いただきます。おかえり日本。何が入ってるんだっけ。油味噌。油味噌、うん、うん、最高。このポテトとかのこの組み合わせにご飯食べれることが私にとって最高だから、ご飯2つとチキンとかで入れば、まあ一応そのグルテン取らずにいけるね。子供に当ててから、うんうん、はい、ね、あ、はい、いいですか。すいません、はい、ありがとうございます。あ、ドラム、ほら、やっぱ大きいんだよ。だってさ、ケンタッキーって考えたらさ、大きいわ。熱々なんだよ。これちょっとモンちゃんに一口目差し上げたいわ。絶対美味しいよ、これ。モンちゃん、食べなよ。いいよ。うん、これ絶対美味しいから。それはね、美味しいと思うよ。熱すぎる。ちょっと待って。うわ。いいよ、ゆっくり食べな。マジで。じゃあ、私挑戦しようか。衝撃の熱さ。お、いいじゃんいいじゃん、これ絶対美味しいっしょ。それやばいよね、もう見た目でわかるもん。本当？
あちゃ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 あ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 ちゃチキン屋さんだよ。これ4ピースとおにぎり2つとかがマジ最高だと思うよ。皮パリッパリだし、ケンタッキーとかポパイと違ってスパイスとかは何にもないの、ね、もはや塩そうだね、うん、これが超美味しい。ちょっともんちゃんこれあっさりしてるよね、意外と。これ皮取ってパリッと一口いってみたら。じゃあこれいただきます。しかも私ケンタッキーでもんちゃんに皮あげるタイプの人なんだけど、これは絶対皮割りが美味しい。うわ美味しいでしょ、うん、これやばいでしょ。これは2ピースだった。これ2ピースじゃん。じゃ次来たら私はもうポテトもゴーヤリングもなしで、もうチキンたくさんとおにぎりがいい。これはうまいよ。私本当に世界のフライドチキンを食べてきたけど、マジ世界っていうのはタイ、ベトナム、カナダ、アメリカ、インドネシアの中ではプラス日本ね、確実に1位。美味しいね。うん、この塩味がすごい。ああいうフライドチキンにスパイスをたくさん使うのって、まあ、少々生臭さが出るからだと思うわけ。この骨周りって一番生臭さが出るじゃん。それを塩のみで臭くなくっていうのは絶対にその下処理とか新鮮かどうかっていう話だから、うん、鶏の味がマジでうまい。これはちょっと沖縄グルメだわ。これ驚きももの気だよ。これはうまい。これはチキン屋さん。夢としてはもう10ピースぐらいのバーレルで食べたい。うん、今日はヌーヤルバーガーとゴーヤリンゴを食べに来たからチキンには振り切れなかったけど、頼んでよかった。これは美味しいな。ご飯も合うしね、うん、こうなるとさ、ドラムじゃないチキンめっちゃ食べたくない？2ピースからなんじゃない、違うのが入るのが。うん、あの2ピースのセットあったじゃん、うん、あれだって映画ドラムとドラムじゃないやつだった。頼んでこようか。別に食べてたら待てるじゃない、うん、ね。今頼んできたんだけど、あの映画ドラムとドラムじゃないの2ピースの方でこういうのって言ったら OK だったんだけど、それとは全然別に骨なしチキンっていうのがあって、あ、それでもよかったなって。もんちゃん骨なし結構好きじゃん。まあ、でも今回は骨あったわ。でやっぱ沖縄県産を若鶏しようっていうね、もうあの書いてありましたんで、じゃあまた15分かかります。すごいね、鳥の違いに気づけば。いや私鳥マニアだから、やっぱ基本的に鳥しか食べてないから。お、食べちゃっていいの？食べて、もんちゃん食べな食べな、はい、じゃあもんちゃんゴーヤリング大きいの食べていいよ。ありがとう、うん、ほら結構違うから、ほら大きいの差し上げよう。うまい。もんちゃんおにぎり食べた？いいの？食べた、美味しい。うん。いやちょっとフライドチキンの概念が変わるな。衣も厚くないしさ、張り付いてるじゃん肉に。まさかね、エンダーと同じぐらい好き。私エンダーより好きかも。うん。でもハンバーガー単体で言ったら私は A&W のが好き。結構アメリカンがあのすっごい美味しいけど、うん、まあそれはパンとゴーヤ入りオムレツをとスパムをこう食べてるような、あんまジャンキーって感じじゃないな。もうチキンは世界一よここ。比べられないか。うん、健康だね。そうそうそう、沖縄に来てどっちを多く行くかって聞かれたら、例えばジェフが A&W ぐらい同じぐらい店舗数があって、そこら辺にこうドライブしてもさ、そこら中にジェフが出てきてたら私はジェフに入る、ね、チキン2ピース、おにぎり、うん、完璧。もんちゃんはバーガー、チキンタツタバーガーとか絶対美味しいよね。ってことはさ、もんちゃんはフラッとジェフに入ったら何頼む？一人で。
だこれ、うん、あ、チキンよりもこれ、うん、あ、じゃあいろいろチキンも食べるけど、うん、これも絶対食べたい。じゃあ、もんちゃんはこれに単品でチキンスピースつける派だね、うん、なるほどね、すごい美味しいこれ。まあでも美味しいよね。なんか総合的に私はジェフの方が好きだわ。チーズ入ってるの最高。最高、うん、ほんとだよね。ちょっとあとマヨネーズも入ってる。レシートが10時16分だったのね。ただいま10時36分だからぴったし20分。でもそんだけ待つ価値はあるし、本当に美味しいから、しっかり揚げていただきます。しっかり熱々だから、ちょっと一回出してみるね。あ、いいじゃん、いくよ。これは本当に美味しいわ。沖縄の人はさ、結構知ってんのかな、やっぱこの美味しさを。本当にうまい。こんだけ皮薄いの、これは美味しいわ。こちらの激うまチキン、もんちゃんに差し上げよう。全部いいよ。いいですか、うん、全部ですか。全部どうぞ、反応してください。私はいつもファーストバイトをもらっちゃってるから、うんうん、これはちょっともう脱帽、脱帽、そしてスタンディングオベーション。皮のね、塩気の美味しさがもう病みつきだわ。あ、おにぎり忘れてた。ちょっと持って帰るわ、これ。これをね、ちょっとサイズあるか聞いてみるね、うん、これで M でしょ、これ XL だな。あの、ワンちゃんの、はい、黒の XL、 黒の XL、 はい、経緯をね、どうしまして T シャツを買いました。私ブルーシール着ながらさ、うん、ジェフ T も買うっていうね、どんだけ好きなんだって感じなんだけど、このね、マンチャー柄っていういろんな沖縄のこのシンボルとかこういうのが書いてある。かわいいね。黒のエクセルサイズ、うん、でも私が感動したチキンは乗ってないんだけどポテトとヌーヤルバーガー、うん、ヌーヤルはね、ちなみにね、あの、何なのみたいな、なんだこれみたいな、そう、なんだこれバーガーだったんだね、うん、あの、標準語にすると、うんうん、ということでゲットです。で、今10時50分だからちょうどいいの歩みなんだ。行かなきゃ。そう、だから行きたいと思います、はい、並んでる。あ、でも並んでないんだ。ちらほらちらほら待ってる人がいるんだ。やっぱオープン前は並んじゃいけないって書いてあったから、いや違うな、並んでるな。5分前です。そんなにじゃん。そんなにだ。よかったじゃん。全然じゃん。初めて帰るよ。やった。あ、そうなんだ。私たちの非常食、もうちょっと買っとこうか大丈夫いいんじゃない、また明日来ればいいか、うん、20日に作って30だ。ピーナッツバターが入ってんだ。へえ。どんな味なんだろう。よかったね。今ね、時計見てみたらね、10時58分だから、うん、10分前ぐらいからもしかしたら買えるかもしれない。そうだね、うん、だから本当にどうしても欲しくて、うん、あんだったら5分前、10分前に来てもいいかもしれない、うんうん、不確かだけどね。じゃあ、一回ホテル帰る？どうしようか。あ、でも別にホテルで食べ比べなくたっていいんだよね。公園とかさ、どっか行ってみて、うん、そうだね。今ね、あゆみの裏側のベンチに座ってて、今後どうしようか、もんちゃんの作戦会議してたんだけど、うん、あのホテルに一回帰って、あのレンタサイクル借りてね、うん、あの自転車こいで、あの海かじテラスの方に行ってみようかって、うん、で今ね、浦添のパルコで私の大好きな筋トレウェアのリフトのポップアップストアをやってるのね。別に今日じゃなくたっていいんだけど、24日までには行ければ私はいいんだけど、うん、で今ここ
で海かじが8キロ、うん、で海かじから浦添パルコが14キロ、うん、きついのかな、わかんない、私チャリのさ感覚がわかんなくて、うん、G マップって今さ車と歩きしか出ないのよ、なんかさ前あったよね、自転車で何キロ、ね、自転車で何分みたいな、だから車で 3,40 分の距離が自転車だと何分で行くのかっていうのはちょっとあんまし分かんないから、まあダメだったら途中で帰ってくればいいし、うん、まあホテルのレンタサイクルはね4時間まで無料なんだけど、でアンダギーはさあの悪くなっちゃうとあれだからホテルに置いてこうか、うん、でも海かじで食べても幸せそうね、あでも海かじは海かじで食べたいのがあるか、うん、まあいいや、じゃあでも花笠食べたいじゃん、私は無理だね、さ私たちってどうしても花笠に縁がないんだよね、いつも花笠行けないんだよね、海かじ行っちゃったら、でも夜ご飯でいいんじゃない、あ6時までか、あじゃあ夜やってるかも、1時間6時7時で食べればいいから、まあいいや、とりあえず、何をするかというと今から自転車を借りてサイクリングをしようと思います、なんと作戦会議をし終わったら誰も歩みに並んでおりません、穴場です、皆様お急ぎください、穴場です、営業時間を確認しに来ました、なんとこの1時間をめがけてここに合わせて動かなきゃいけないね今日それ絶対来よ、これ私がさガチャ回したやつなんだけどさ、なんと故障中になってるからさ、やっぱガチャって一期一会なのよ、その場でやらないと後でやろうっていうのはこういうことになるから、自転車日和なんじゃない？すごいね、初めてこんな晴れたね。すごい晴れた。めっちゃ眩しいもん、目が。そっち、自転車をお借りすることができました。海かじへ行きます。はい。What you doing, making me feel like I'm falling